李英は、中華人民共和国の政治家、毛沢東の元秘書、元中国共産党中央組織部副部長、中国共産党幹部で毛沢東の秘書を務めた。政治の民主化を唱え続けたが、大躍進運動を批判し、過放され農場労働に送られた。文化大革命期にも投獄され、その後、地位を回復。1991年に創刊された、改革派の雑誌。 炎能春秋を支持し、改革派の論客として活躍。晩年は言論統制を強める共産党指導部に懸念を示し、2010年に他の引退した幹部らと言論の自由を求める公開書簡を発表したほか、2018年のアメリカメディアのインタビューでも習近平政権の統治を批判するなどした。2019年2月16日に101歳で死去。葬儀は、 北京の八宝山革命公募で行われたが、外国メディアを排除するなど、警戒体制下の葬儀であった。1944年の理由1917年、北京市生まれ。1934年、武漢大学工学院機会系入学。1935年、12.9運動に参加。1937年、中国共産党に入党。戦時中は、 延安、東北で、青年工作に従事。1952年、湖南省島委員会宣伝部長に任じた後、工業部門に移り、大躍新規には、水利電力部副部長、毛沢東の秘書となる。1958年、毛沢東の秘書となる。1959年、露山会議で、宝徳会半島集団の一員とされ職務会任、党籍剥奪。 1966年からの文化大革命期には投獄される。1979年に名誉回復。1982-1984年、中国共産党中央組織部副部長。1982-1987年、中央委員。1987-1992年、中央顧問委員。 1991年より改革派の雑誌、炎光春秋の編集顧問。2019年、北京市の病院で死去。去年満101歳。アメリカ在住の娘がいる。1989年の天安門事件で民主化を求める学生への軍の武力行使に反対し、その後も言論の自由を訴えてきた改革派の重鎮だった。 メディアを再生する2018年4月13日、101歳の誕生日に病床でボイスオブアメリカのインタビューを受ける理営。ありがとうございます。